ハローアースノイド。兵器も使い方次第で人を救えることを教えてくれる名作に対するネットの反応をお送りするよ。改めてターン A ガンダムをバンダイチャンネルの無料配信で見直してるけど、もう20年以上前の作品なんだね。見るたびにどんどん好きになってくよ。画像は好きなシーン。はっきり言って初見嫌いだったけど選択のシーンで一気に好きになった。いいよね、選択に使われる兵器、すごく牧歌的で。初見でヒゲのビジュアルに危機感持たない人の方が少ないと思う。なんかいつの間にか癖になる。選択出動は、格好良すぎるガンダムだったらできなかった演出だよな。ハゲのアニメは富の目元かにある限り、何々という話にロボットの戦闘シーンを入れるみたいな作り方が基本で、選択の話はロボットの戦闘シーンの代わりに選択出動を入れたのがいい味出してる。Gレコのデブリ掃除会でもやった手法だよね。こういう回大好き。選択会はターン A の使い方も名シーンだけどやったこともないであろう労働を必死にこなす。ディアナ様のお姿が本当にいい。17歳くらいに見た時は序盤が退屈に感じたけど最近見直したら最初から最後まで面白かったわ。戦闘シーンもいいところ多いけど、それ以外のシーンでもいい場面多いんだよな。選択も好きだけど橋になるシーンも好き。ローラの牛の最後の方でもう一気に大好きになった。ローラの牛と墓参りでがっちり引き込まれるよね。ヒーローヒロインの信念や思考があそこからほとんどぶれないので気持ちがいい。ロランが声荒げるシーン大体名シーン。ロランがムーンレースであることを告白するシーンは前後のやりとり含めて、ロランのスタンスが混ぜ物なし純度 100% で感じられて好き。あそこで月の眉初めて流れるのほんといい。いいよね、3枚目から2枚目までこなせるホワイトドール。俺はガンダムハンマー初登場回で完全にやられた。庭のライフル両手持ちで撃つホワイトドールもかっこよかった。みんなモビルスーツで戦争だ戦争だってやってる中で、ヒゲだけはとんでもない殺人兵器も使い方次第で人を救えるってやってるのが本当に好き。宇宙世紀史上最強の人類史を滅ぼした悪魔が、今ではこうして人と寄り添っている姿を見ると何か胸にくるものがある。ターン A はホワイトドールと呼ばれてみんなに崇められてきたものなんです。その本質が機械であれば使い方次第ではいいことにだって使えます。って言葉の通り使ったロランは偉い。いいも悪いもパイロット次第なんだ。ロボットアニメの元祖もそう言ってる。地球は戦争をするところじゃないでしょう。とか、人の英知が生み出したものなら人を救ってみせろ。ってセリフ大好き。何年経っても夜中の夜明けは胸がぐっとなる。ここまで核の脅威と力に対する無知の恐ろしさを丁寧に描写したアニメを他に知らない。人の英知が作り出したものならば、人を救ってみせろ。夜中の夜明けからこれに繋げるの本当いいよね。核爆弾の扱いとか宇宙に樽で出ようとしたりとか、文明の衰退って怖い。一番印象に残ってるのはウィルゲームの腕見た時のやりとりのシーンだな。本当に生々しい。あとジャバンの最後はジャバン視点考えると怖すぎる。ジャバン隊長もうちょっといいところあってもよかったなって、最後無駄死になの悲しい。アデスカ編好き。文明は滅んでも信仰として、戦争を繰り返してはいけないっていう教えが残ってるのがすごくいい。あとクワウトル王がかっこいい。おばあちゃんと一緒に薬草を積む話で〇〇1は使う贅沢さ。改めて見るとこの環境がいいねってなる。アニスパワーっていうだけあってマジでパワーに溢れたばあちゃん大好き。割とパン屋が周りの支えになってて、これは、サブ主人公。ロランと一緒に来た二人もいい味出してる。特にパン屋は戦闘に全く参加しないのにすごい印象に残る。優しそうな見た目して。やってること相当ロックなホレスさん好き。墓参りで泣きますよ私は。入れ替わったディアナ様が墓の前で泣きながら謝罪するやついいよね。本気なんだってなる。ディアナソレルからディアナソレルへ、キエルハイムからキエルハイムへ大好きなシーンだ。こんなところをカトンボが飛んでいる。あれは、あのお方は、ディアナ様、Z 隊の最後とか何気に結構えぐいの多いよね。これ今知ったわ。戦闘後に宇宙漂ってフェードアウトしてたんだな。全く悲壮感なかったから全然気づかなかった。でもレッド隊爽やかでいいよね。ディアナ様に乾杯。多分大気圏突入成功してるよきっと。
この作品で一番好きなセリフがアメリアは私がスカートで統治してますわ。御曹司に対してスカッとするし、リリジョーが強すぎて好き。でも俺は御曹司のことネタ抜きでもそんなに嫌いではない。ヒゲは心情の機微が繊細でちゃんと人間ドラマしててびっくりしたんだ。全体的に戦争することの捉え方がみんなふわっとしてて、結果的にヤバいことになる感じが妙に生々しくて怖かった。田舎の素朴な人たちが素朴なまま戦争に駆り出されてだんだん熱狂していくのが怖い。間違いなくムーンレース側が悪いんだけど、アメリア軍も大概頭バーサーカーすぎてこれは。実際いきなり領土主張する奴らが武装して降りてきたら平和に交渉するのは難しいと思う。昔住んでました。どいてくださいっていきなり移民されるのがエグいよね。住む土地の取り合いとそこから生まれる圧力ってすごいわかりやすくて怖かったな。ムーンレース、君らの前祖とだけど帰還したら土地返してくれるって条約結んでたし。それに人口少ない場所だからいいでしょう。地球人、そんな条約知らねえしっていうかいきなりやってきて国葬地帯を明け渡せとかふざけてんのか。はい。リアルタイムで見てた時は今度は何が発掘されるんだろうみたいなワクワク感が楽しかったんだよな。ジョキでグーに勝てるわけないでしょ。俺はゴールド相撲が冬の宮殿前で真宙さん機相手をいなすところが好きです。いつ見ても後半オープニングのなあなあなあって言ってる時、ターン A の後ろにバンデットとターン X がついてくるの笑ってしまう。味方かなってなっちゃうよね。あれ、黒歴史を埋葬したモビルスーツ、そのお兄さん、その辺にいたやつ、いつもの3人、カッコセンチュリカラー。場所は決まえろ、カッコ付きの宮殿の花咲で月光町噴射。ターン A は演出が今見ても斬新に感じる。収束した細いビームサーベルとかビームをバリアで防いで拡散する描写とか、以降のシリーズにも使われない演出が多い。何話か忘れたけどハンマー二刀流で空中戦する回好き。あと月の海みたいなところでクジラに紛れて振り向きビームサーベルするとこ。魚影に紛れて海中からマントで現れるヒゲのかっこよさに、わしは心底しびれたよ。たまに雑に扱われたりブサイクとか言い放たれたりあまり威厳というものがなかったターン A が、終盤に突然こいつを大昔に人類文明滅ぼしたよって言われて過去作の映像が、その滅んだ文明だという説明で流されるのあまりにも衝撃的すぎた。ターン X との最終決戦大好き。ターン A がものすごくかっこいい。めちゃくちゃイケメンに見えるよね。あとサーベルが超綺麗。お前は戦っているぞ。わわりと帝国を得てると思う。あなたがいるからでしょ。最後に眉の中に消えていく時のホワイトドールがイケメンすぎる。わい、人のために悲しんだり怒ったりできるロランが本当に好き。知性というかなんだろうな、こういうの。品性？知性であり品性であり理性であり、善性の問題だと思う。ターン A の舞台はロボットで戦争ものなんだけど主眼はその中で強く生きる人々の人間参加なところがいい。ディアナ様の余命は長くないんだろうけど、ロランはあの後もあの小屋でずっと穏やかに余生を過ごすんだろうなって。王の墓守として二度とロランと会えない説を聞くとソシエがかわいそうで泣きそうになる。ターン A はガンダムを深く知ってる人ほどキャラデザや雰囲気に違和感感じる作品だったな。第1話とか世界名作劇場始まったのかと、それを貫通する名作っぷりなんだが、ロボットが人々の生活の中に根付いてる描写が深くて、ガンダムでも唯一無二の作品だよ。